もう箸が止まらない5分で完成するまかないキンパ。キンパって巻いたりするのがめんどくさいって思う方多いかもしれないですけど、これは人参と牛肉炒めてタレ混ぜたら完成。いやもうこれ簡単すぎないですか。最後にたくあん加えて熱々のご飯と混ぜるだけ。ネギと卵黄をのせたら大優勝。みんなぜひ作ってみてね。はい、何回もいい角度探して、ピース。歯に挟まってないか確認して、大丈夫だったから食べて、またまた漏れる角度探して、角度探し続けて、うん、美味しい。みんな作ってね。